リーです。ボブです。二人合わせて、お花見です。じゃなくてディーバです。あ、そっか。いきなり間違えたじゃない。忘れるといけないから先に行った。早すぎる。っていう、お花見だよね。それがね。うん。今年は普通より早く花が咲いたから、もう散っちゃったの。あ、そっか。だからもうお花見は終わり。終わりなんだ。だから前回やっと来たかったの。大丈夫。何が？また来年も咲くから。あ、そうですね。ボブちゃんにしては上出来で。まあね。で、3月が終わる前に花も散ってしまいましたが、うん。幸いなことにまだ話題があります。へえ。3月終わると?3月が終わると。それがボブちゃん答えるんでしょ ?3 月が終わると4月です。はい。そして、そして4月が終わると5月です。いきなり終わらせるな。あ、そっか。4月といえば、4月といえば、英語で言うと4月は、Good morning。それは朝の挨拶。英語で言えって言ったよ。4月を英語で言うの。英語は Good morning しか知らない。あら、ボーボちゃん、フールなわけね。バカじゃないもん。知ってるじゃないの。さっきリーちゃんに教えてもらったから。何を？フールはバカだって。そうそう、バカがフールで4月は、Good morning。違う。ABC アルファベットじゃない。あいうえお。50円でもない。エイプリル。そうそう。エイプリルフール。そう。4月といえばエイプリルフールですね。何それ。4月バカ。バカじゃないもん。ボーボちゃんのことじゃなくて4月バカの話を。4月はバカなんだ。4月がバカなんじゃなくて4月バカ。エイプリルフールには嘘をついてもいいという話を。嘘ついてもいいの？いいのよ。どの嘘でも？ついてみる？うん。はい、じゃあまずはボーボちゃんのエイプリルフールです。リリちゃんには彼氏がいます。何そのムカつく嘘。笑うな。嘘ついて言い切ったから。私のことじゃなくて、ボーブちゃんのことで嘘ついてよ。あ、そっか。私は彼氏がいません。その嘘もムカつくわ。リリちゃんには彼氏がいて、私には彼氏がいません。彼氏の話はもういいから。日本、TPP に参加しないことになりました。そういう嘘だか本当かわからない嘘はやめなさい。竹島は日本の領土ではありません。だからやめなさいと。オスプレイが落下しました。やめなさい。選挙は違憲で無効となりました。それは嘘じゃないでしょ。上告するらしいよ。上告？上告。上告って何？選挙は違憲で無効になりました。ごまかすな。選挙は違憲で無効になりました。それはどういう意味？選挙で違憲を言ったら無効になった。何それ？困ってるわね、いい君。私の会社の係長が課長に意見を言ったら地方に飛ばされた。それは左遷でしょ？そんなことは左遷。は？そんなことは左遷と部長が課長に意見して無効に飛ばした。は？えへへ。ボーブちゃん面白いかどうか微妙だけど、ちょっと知的な感じがしたわ。だからバカじゃないって言ったでしょ。ボーボちゃんがバカなんじゃなくて4月バカだって言ったでしょ。エイプリルフール。そうそう、エイプリルフール。4月はずっと嘘ついてんだね。違う違う、4月1日だけ。嘘。ほんと。そうなんだ。というわけで、4月1日の嘘はほどほどに、リーボでした。